タロ散歩チャンネル。皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、送ります。2番にバスが到着いたしました。まあ、ということで福住駅戻ってきました。そう、ちなみにね、今日せっかくね土日かキャンプ使ってるんで、なんかどっか行ってとりあえず食事だけして、それで終わりにしようかな。ちょっとその前に一回大通りに寄り道したいと思うんで、大通り行ってから考えましょう。到着しました。ちょっとね、大通りで寄り道しながらどこに行こうかなっていうふうに考えたいと思います。まあ普通に用事が終わりました。大通り公園にいます。いつものようになんやかんや言ってね、もうそろそろ8時だなっていう感じです。7時50分ぐらい。そして本日の明治安田生命ビルの温度計がこちら15度、あったかいですね。まあったかいといってもやっぱり日が暮れるとちょっとヒヤッとしてくるなという、そういう感じはちょっと否めないです。で、今日は決めたんですけれども、南郷18丁目に行こうかなと思います。で、南郷18丁目って何か食べるところあさって、あればそこで食べて、ダメだったらダメでまた別なところでもいいかなという感じです。戻ってきてもいいですね、今日1日乗車券ですから。まあとりあえずまずはそこから地下鉄に入って東西線乗って南郷18行きましょうか。ま、ということで南郷18に降り立ちました。南郷18丁目降りたの本当初めてじゃないかなと思います。南郷18はローソンがあります。ま、ということで地上に出ましたけれども、ここが南郷通りで、そしてこの鉄塔の立っている中央分離帯のあるこの広い道のところが、こちらがアクセス札幌というか流通センター、そういわゆるなんか札幌貨物ターミナルとか、あの辺の近くにつながるような道なんですよ。多分ね、この辺ちょっと歩けば何かしらお店あるんじゃないかなと思うんですよね。ただ南郷通り沿いですと、お、早速なんですけどね、渡っちゃったんですけど、こっちの方に北海道民の心のオアシスセイコーマートがやっておりますし、ちょっとスポットシェフがもしかしたらないかもしれないなって感じですね。それとちょっとカメラをこっちの方に動かしますと、どこだ、これだ、ここに、そう、筆で書いたような丸と聖というふうに書いてあるってことは、あれは丸亀製麺ですね。なんかね、よく見るとですね、この道向こうからちょっと曲がってこう進んでるんですね。まあ、いわゆる直進っちゃ直進なんですけども、そうなので、この道はどうつながってるかっていうと、どうってわけでもないんだけれども、ちょうどこっちの道とちょっとこの斜めってる何かのところ、この送電線が上にあるんですけども、それの真ん中ぐらいがちょうどまっすぐになってるような感じなので、何かこういう風な分け方してるってことは、この辺はなんか昔あったのかな、あったか、町と町のなんか広がったところのぶつかったところで。で、こちらはセイコーマートがまたありますが、こっちの方にはホットシェフがあります。イートインもあります。あ、そしてね、ツルハドラッグもありますね、ドラッグストア。なんかこっちの方になんだっけな、コープ札幌、コープ札幌の大きいのなかったっけなと思って、なんかそれがあるから多分そこそこ
なんかあるだろうと思って今降りたんですけど、あ、ありますよね。そう、ルーシーとかっていうね、名前の、そう、生協があるんですよ。で、南郷通りを歩くとね、横の方にこういった橋がどこにでもあるんですけれども、ここは何回かお伝えしたことがあるんですけれども、昔の国鉄千歳線の跡を自転車道路にしてます。あの、お向かいの右側の方に、白石東冒険公園だったかな、なんかそんなような名前の公園があるんですけども、あの、昔の国鉄の大谷地駅が実はここにあったんですよ。国鉄の大谷地駅があったのがここ。だから今の地下鉄の大谷駅とはちょっと場所が違うんですよね。あ、だからもしかしたらその関係でちょっと道が少し曲がってる。駅前とかって結構ね、そう、昔から道が入り組んでて、それを街を広げるときにまたいろいろいじくり回すとなんか変なことになるみたいなことはよくあるんで、あ、駅前だからかもしれないです。あ、ここですね。ここが昔の大谷地駅で、こちらにはケンタッキーがありますが、反対側の方にカメラを向けますとマクドナルドもありまして、そしてなんか本屋さんもありながら、ずーっとこう立派なね、あの、連絡通路があったりとかして、結構ね、立派なんですよ、この辺は。なんかこの辺ぐらいになんか一軒ぐらいお手軽に食べれるものがあるかなと思ったら、まあ、マックと、なんだっけ、ケンタッキーぐらいしかないなっていう感じですね。まあ、ミスドもありますけどね。あ、ボストンベイクなんかもありますよ。パン屋さん。とりあえず、まあ、あの、コープ札幌、まあ、ルーシーって言うんですけども、夜10時までやってるみたい。本当に、マクドナルドとミスドしかなかったのと、それから、上のフロアはですね、なんか今登れないんですよ。多分、まあ、時間で閉店になっちゃったからっていう、ただそれだけの理由だと思うんですけれども。まあ、ただね、そう。コープ札幌に関しては別に中の撮影 OK だから撮ってもよかったんですけども、まあ、なんか撮るまでもないから撮らなかったっていう感じです。ということでですね、丸亀製麺行きますか。まあ、南郷通り沿い行ってもいいんですけども、せっかくですからちょっとこの自転車道を降りてというか、ここに入っていきますか。ちょっと暗いんですけどね、暗いんですけど、そう、ここは昔国鉄が走っていて、しかもここは昔の大谷地駅だったっていうところがちょっと特筆すべきだと思うので、せっかくなんでね、暗いですけども、これ今でこそこう道路の下こうずっと坂道で下げて自転車、道路渡らなくてもいいようになってますけれども、昔はどうだったんでしょうね。踏切とかだったのかな、それともやっぱり今みたいに立体交差みたいにしてるのか。そう、ここの土地が昔の大谷地駅、国鉄の大谷地駅だったところの名残がこの公園になります。まあ、そういうのを書いてる日とかがあるのかな。ちょっと歩いてみますか。あの、丸亀製麺もうちょっと向こうあたりですから、多分2丁角ぐらいだと思うんで、我々が人が歩くときは右側通行、自転車は左側通行、そして対向向こうからやってくるのが人と自転車が逆になってるって、そんな感じですね。そして後始末、愛犬家のマナーですということで、犬にまで言われてはね、もう仕方ないですよね。ここがちょうどさっき我々が歩いていた、これちょうど今車通りましたけどね、コープ札幌に行くときに歩いてた道で、そっからちょっと歩いた感じなんです。ここが、お店ですね。お店のところ でお店からずーっとこんな感じで公園があるんですよね。おそらくこれが全て大谷地駅だったか、まあ、ちょっと向こうの方に何かあったかもしれないですけれども、でもそう、列車を止めるんだったらばね、これぐらいのスペースは欲しいですから、まあ、ここは全部多分大谷地駅で間違いないんでしょうというぐらい、ちょっと暗くて見づらくて申し訳ないんですけども、ご飯食べるついでの紹介なんで夜になっちゃってるんですけども、というぐらいね、なんか分かりやすいような作りになってます。あ、ここにあった、これですね、旧千歳線大谷地駅跡。まあ、千歳線ができたのが大正15年1926年で、で、あの線路がね、今の上野幌から新札幌平和みたいな感じのあっちのルートになったのが1973
3年ですね、1973年なんですけれども、まあ、それまではこっちの方にずっと鉄道が走っていて、東札幌まで通って、そして苗場で合流していたみたいな、そんな感じです。だから当時何を運んでいたか、まあ、人の他に結構運ぶものがあって、結構鉄道ってあるんですけれども、沿線の胆振十勝石狩地域は木材、新炭、薪ですね、石炭、クローム鉱など、あ、そう、結構ね、こういうの取れたりするんですよね、の資源が豊富であり、あったことから、この鉄道は、資源開発の使命を帯びたものであったということだそうです。それから何ですと、これが鉄道沿線白石村内には、村内には東札幌、月寒、大谷地、上野幌などの駅が開業で、大谷地域は、現白石東冒険公園内に位置していた、ここの、ここです、つまりここにあったんですよ、というようなことが書いてます。もともと施設だったんですけどね、戦時中、昭和18年に、まあ、そういうの全部国有化するみたいな、そういうようなことが行われて、まあ、今では国鉄、まあ、JR の路線というふうになって、今に至るという感じなんですけどね。こちらの方には藤棚らしきものがあって、下ではちょこちょことテーブルと椅子が固定されていて、まあ、休むこともできます。それはともかく、これはどっから出ればいいんでしょうか。まあ、出口がありそうでないのがこういうところの特徴なんですよね。出ちゃうけどね、北海道民適当なところから出ちゃいますけれども。あ、あのね、ちょっと行ったらあるわ。で、ああいうところが大体何かの道と交わってるから、そこ曲がっていけば南郷通りにダイレクトに出れるといいなって感じですね。はい、ちゃんとここから出れます。多分これをね、それなりに頑張っていけばちゃんと南郷通りの合流すると思いますので。あ、大丈夫です。そうです、あのここの建物の裏あたりが多分南郷通りなので、ちょうどこの辺から行けば出れるかな。ここはですね、ゲオなんですよね。丸亀製麺はゲオじゃなくて、あのちょっと向こうの方の、なんだっけ、あそこブックオフかな、ブックオフだかオフハウスだか、なんかそっちの系列の店の脇にあるんですよ。こっちにはなんかとんかつのお店もあるけれど、とんかつの店いくらぐらいかな。でもなんか肉よりそばって感じなんだよな、今日はな。そんなに遠くなかった。ちょっとこうやって望遠かければ、あそこに丸亀製麺、歩くとブレるんでちょっと一回止まりますけど、ここに丸亀製麺があるんで、そんなに歩かないです、こんなぐらい。あ、ここにも、まあ、ブックオフがあるとか、どこか。ハードオフ、電子機器関係ですよね。それからホビーオフ。まあ、いわゆる、まあ、おもちゃ関係。そして、ブックオフ。で、オフハウス。まあ、オフハウスは雑貨関係と言ったらいいかな。あと、服とかもあったような気がしますが。ここはですね、9時まで。で、お隣の丸亀製麺さんも9時までじゃなければいいんでしょうけれども、10時までやってたら嬉しいなという感じです。9時30分ラストオーダーの10時縛りだったんで、無事に食べることができました。 あお腹いっぱい。さて、じゃあもう、じゃあ地下鉄乗って新札幌に戻りましょうか。弥生軒がこんなところにあった。こちらにはゆで揚げスパゲティの店チロリン村ということで、10時ラストオーダーの10時半閉店ですか。あ、結構いろいろありますね、南郷18。今度なんかこういう機会あったら、また南郷18とか行ってもいいかもわからないです。まということに、南郷18丁目駅の3番出入り口、じゃあ地下鉄に乗って新札幌に行って、今日はおしまいにしたいと思います。ということで、新札幌に戻ってきました。というか、今日は新札幌は来てませんでしたね。ということで、新札幌駅、
今回はそう北海道の寒冷地稲作の発祥の地である島松沢、北広島市と恵庭市の、まあ、ちょうど境目のところにあるところなんですけれども、そこに行ってその名残を見ることができました。島松駅停所、まあ、明治時代の道の駅のようなもの、そちらの方のねこれが残ってたのでそれを 見てきましたし、まあ、ちょっとそれが終わってからはせっかくなので南郷18丁目に寄り道して、そして国鉄大谷地駅の近く、それからちょっとうどん食べてそれで帰ってくるというそういうね動画になりました。まあ、ということでじゃあ今回もお楽しみいただければ何よりでございます。では今回もご視聴どうもありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、インスタグラム、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。